ライダーマンよどこへ行く前編。ブラックサンタ、子供たちを返してやってくれ。うるさい。再タンク。たとえ貴様がライダーマンになっても俺とは勝負にもならん。子供たちを取り返したければ V3 を消すことだ。続発していた子供たちの誘拐事件がデストロンの計画だと知った結城ジョージはデストロンへ説得の交渉に出た。しかし取引に応じたデストロンの回答は V3 抹殺という非常の回答であった。ただのデストロンとは違うと思っていた。それは俺の間違いだというのか。言うな。俺だってこんなことはしたくない。しかしあの子たちを救う道はこれしかないのだ。あの子たち？デストロンにさらわれた子供たちのことか。うるさい、来い。目を覚ませ。デストロンは本当に悪い組織だ。君のような男のいる場所ではない。言うな。デストロンの悪口を言うな。デストロンの悪口を言うな。バカ、目を覚ますんだ。君はデストロンを錯覚している。違う違う違う。勇気。今結城ジョージの世界が音を立てて崩れ始めようとしていた。将来の幹部候補を育てるため罪のない子供たちを誘拐したデストロン、そしてその卑劣な計画を阻止しようと死力を尽くすライダー V3。 真実の光が見えるか。結城ジョージ。ライダーマンよどこへ行く前編。ブラックサンタ、子供たちを返してやってくれ。うるさい。再タンク。たとえ貴様がライダーマンになっても俺とは勝負にもならん。子供たちを取り返したければ V3 を消すことだ。続発していた子供たちの誘拐事件がデストロンの計画だと知った結城ジョージはデストロンへ説得の交渉に出た。しかし取引に応じたデストロンの回答は V3 抹殺という非常の回答であった。行くぞ。やー、行くぞ。やー、ただのデストロンとは違うと思っていた。それは俺の間違いだというのか。言うな。俺だってこんなことはしたくない。しかしあの子たちを救う道はこれしかないのだ。あの子たち？デストロンにさらわれた子供たちのことか。うるさい、来い。
ピクシー、目を覚ませ。デストロは本当に悪い組織だ。君のような男のいる場所ではない。言うな、デストロンの悪口を言うな。デストロンの悪口を言うな。バカ、目を覚ますんだ。君はデストロンを錯覚している。違う違う違う。結城、今結城ジョージの世界が音を立てて崩れ始めようとしていた。将来の幹部候補を育てるため罪のない子供たちを誘拐したデストロン、そしてその卑劣な計画を阻止しようと死力を尽くすライダー V3。 真実の光が見えるか、結城ジョージ。